さあ今回も紀元前を舞台とした街づくりシムネブカドネゾルやっていきましょう。さあ前回の続きでチュートリアル2個目ですね。新石器先土器時代 B、紀元前8700から6500年と、まあ、この前回に続く文化これいきましょう。このね川の地帯から移動したんだね。かなりこれどういう地形なんだろう。もう砂漠寄りですけど、うん、あ家畜なんだね。変わったんだね農業から、長方形の住宅を特徴としているよと。うん、紀元前7000年頃に登場し始めた最初の先土器の器は、籠に石灰と、灰を混ぜたものを塗り重ねたもの。死者を、祀るね習慣もあったみたいですね。肖像画の最初の歴史的な例の一つ。あ、なるほど。で、この文化を得る1200年変動の間に消滅した。これは約200年、紀元前6200から6000年に続いた気候変動であり、地球の気温が急激に低下したと。しかし期間が終了した後も地元住民の一般的な文化的発展は続きましたと。まあ、一旦文化が消滅したんだけど、その後もね文化的発見は違う形でついたのかな。テルアスワド、テルアスワドね。シリア、ダマスカスから約50キロの場所にある大きな古代集落。うん。おー、まあ行きましょう。さあここは肥沃な土壌に加えて近くには多くの野生動物がいるよと。はあ、土地もいいんだね。このミッションでより大きく繁栄した都市を作るために生産した商品と食べ物を配送する方法。あ、まあ、前回はなんか倉庫に運んでただけで超短距離だったんだよね。本当に目に見える範囲でしか運んでなかったんで、それが変わってくるかなと。もっと興味深い内容のためにいくつかの家を用意しました。はいはいはい。まずは住宅からニーズを調べる必要があるよと。これね、まあ、レベル1は何もいらないよということで、レベル2になるためにはパンとミルクがいるとね。これが必要みたいです。住民のために必要な全ての商品を満たした場合、住宅は次のレベルに昇格し、より多くの人々のために住宅を提供するよと。しかし注意してください。これらの品物を継続的に消費します。尽きてしまうとレベルが下がるよと。あ、これが資源管理というかその町の維持に必要な要素ね。だから、こういうね物流がぶっ壊れればもう悲惨なことになると。で、全ての商品は市場で働く売り手により配送されます。住宅の隣のハイライトされてる屋に市場を建ててくださいと。ここだね、市場。これか、貧しい市場。パンとミルクを提供する、消費すると。素晴らしい。スロットの仕組みについて詳しくお話ししましょう。職場の建物は決して単独で何もしません。代わりに彼らはそれぞれ特定の職業につけるいくつかのスロットを持っている。まあ、ここの2つだね。これに割り当てて、働かせるよと。で、まずね、作業するためには一定数の労働者が必要だよと。労働者の数はスロットの肖像画の左下に表示される。まあ、こう20だよね。で、現在の失業率と不足している労働者の数は、上のパネル、ここだね。失業率っていうのが出ていると。なるほどね。市場でパンの売り手と牛乳の売り手を一つずつ雇ってください。販売者。あ、こうね、あ、女性なんだ。で、失業率が 78% ね、非常に高いです。
さあ、新しい警告が一番上に表示されていることがわかると思いますと。今のところ無視して構いません。うん。で、まあ、これ流通させるにはね、この2つの資源を保管しておく必要があるよと。職場の建物パレの貯蔵量が、ここ左下かな、ここね、表示されてるよと。まあ、これは消しちゃっていいですかね。さて、前回のミッションで学んだことを覚えていますか。小麦畑の農場1つ、パン屋が2つ、牛乳生産するためのヤギの牧草地を持つ家畜牧場1つ建ててください。少なくとも1つのパンと1つの牛乳を輸送しようと、畑を置いてパン屋を置いてね。わかりましたよ。農場この辺ならいいんだよね。で、とりあえず45もいらないかな。30、あと9だね。奥側に置きます。はい。で、満タンだね。1月からなんで、まあまだかかりますけども、これ範囲的にはあれよね、まあこの近くに置けばいいから、パン屋をこの辺に置けばいいよと。うん、入ってますね、完璧に。さあ、まだ畑はね、始まってないんで、牧草地やってみようか。畜産農場でいいよね。これはね、よくわからんのですよ。何をね、そのフィールド的にはどこがいいのか。ここでもあんま良くないんじゃないの。上かな。あ、フィールドいるんだ。18なら結構ちっちゃいんじゃない？ね、変わんないね。足りない。足りない足りない。無理やりちょっといけるけど。7割しちゃってますね。あー、まあ、ほぼいけたと。あ、ここできてないか。ここ使えてないですね。ここで一応ミルク運び出すんじゃないかな。この下のゲージはね、スピードが違うのかな。多分11と18やね。片方フルじゃないという状態になってますけども。さあ、小麦もねできますよと。で、人口900人にしないといけないんで、ちょっとあれだね。あ、てか川あんじゃん、ここ普通に。あんまだ砂漠のは使えないんだな。考えがあれば別だけどね。現状この形で収穫して、で、パンにしてもらってと。2つ置くよりか生産者がね、普通にこうやって増やせればいいと思うんで、これいいんじゃないかな。さあ、素晴らしい。しかし、我々の生産が需要をカバーできるとどうやって知るんでしょうか。この、この左上のやつね。こちらから見ることができて、生産 100%、消費 39%。一部の売り手やキャラバンにルートがありませんと。入ってないんだね。パンは普通に足りてないかな。現在の年間生産量と消費量の見積もり。これらの推定値は各スロットに十分に労働者があり、輸送の遅延もないことを前提としているよと。ここでは現在の年間生産量と消費量だけでなく、現在の効率も確認することができる。なるほどだ。ミルクは効率は18。18。で、右16だから、まあ、上回ってるっぽいですけど、効率はどこかわかんないな。これなんか作ってる量っぽいですけどね。うまく機能して、輸送システムで、わずかな変動が発生する可能性あると。なるほどね。だから生産は余裕を持ってと。ご利用は計画的にね。
さあ、しかし今は私たちが市場の上で見た警告に戻りましょう。それは実際に商品の流通に関連しているので、この警告は売り手がたどるルートがないことを示している。売り手は運送と異なり自動的には機能しない。プレイヤーが設定したルートをたどり、そのルートに乗っ取って、供給するよと。ルートを設定するには新しいチェックポイントツールをアクティブにしてこれね、押して売り手のチェックポイントは道路のみ表配置されると。で、最後のチェックポイントを削除する場合マイナスで消せる。で、現在の見たい場合は旗を押すけどもないんでしょうね。うん、これなら行動こう、いや、ああ、繋がってないんだ、これ。じゃ、こうだね。で、いいんじゃない？一人奥で一人手前というか真ん中ぐるぐる。ああ、でもそっか、両方違うのか、そういえば資源ね。待って待って、消そう。ん？で、こいつはいけるじゃん。ああ、入っているか。同じ感じだね。これでいきます。オッケーオッケー。もうなんか杉行くなあれそんないた。あ、新しい人々か。失業率が上がっていく。待って、人口めちゃくちゃ増えてるけど、そんなには多分カバーできないよ。さあ、素晴らしい。今住宅は徐々にパンとミルクを受け取るのを見るはずです。両方の物資を受け取る住宅はそのレベルを上げ、新しい住民を使用できるのってこう来てますね。うん、実際一部の家はブロック前提のレベルが上がる前に以前に達成したレベルを最初に失う可能性がありますと。うん、さあミッション、あ、ほんと終わった早いな。次行こう。次、さあ次、奪い時だいぶね、この川の下の方に来たね。奪い時、1350人目的としていて、また家だね。奪い時は古代メソポタミアの戦士時代の文化であり、メソポタミア南部で紀元前6500から3800年の間に続いた。また紀元前5300から4300年の間にメソポタミア北部にも存在していたと。うん。この文化、壁のない大きな集落。敵はいないんだね。で、公共建物でもある寺院が出始めたと。宗教の誕生ですか？で、灌漑は農業において非常に重要な役割を担っていたよと。灌漑は作物が成長するにつれて水分を供給するように設定されたグリッド状に編成された灌漑用水路で行われていたと。これは農業の革命だよね。これ豊富な食料をもたらして専門職ができ始めたよと。なるほどね。うん。で、エリルね、これエリル。エリルはシュメール最南端の都市でした。紀元前5400年に設立され、世界で最も古い都市の一つとみなされています。シュメール王名表によると、エリルは世界で最初の都市でしたと。うん。まあ、シュメールは有名だね。さあ、考え生かしてやっていくと。紀元前5000年くらいか。途方もないですけどね。まだ三国志ほど遠いのかという時代ですが。さあ、やっていきましょう。うん。人々は太古の昔から川の近くの肥沃な土地で作物を育ててきました。しかし、人口が増えるにつれて、この形態の農業は不十分になりつつある。灌漑への別のアプローチ。ちょっとやりづらそうだね、土地はね。あっちしかないんだ、しかも。さあ、このミッションでは灌漑を使用して自然に肥沃ではない地域を、肥沃な土壌に作り変えると。うん。まずここに畜産農場。まあ、さっきと同じであれば、この辺は使えないよね。で、ハイライトされた場所に作物農場。
これ考えが使用できると、開始できると。本当ですか。配達されてるやに考え用水路を建設。考え用水路。インフラかな？これか。ここと、ここだね。さあ、灌漑用水路は準備ができていますが、水は流れていません。灌漑ポンプを作る必要があります。あったかな？これか。あ、もう組み上げるんだね。さあ、ご覧の通り、用水路には水が流れていますが、全体に十分な水が行き渡っていません。各ポンプの出力が限られており、限られた数の用水路の容量しか満たすことができない。したがって、より長い用水路の場合は、より多くのポンプを必要とすると。で、繋ぐわけだね。これはいい。面白いね。並々溢れてるかよくわかんないけど。これで土地が変わって、ね、できるよと。より多くの農業施設を建設することができます。ここに、倉庫を作ろうと。倉庫どこだっけ？あ、待って、土器、陶磁器か。粘土陶磁器ありますね。で、農場と倉庫をつなぐ。で、道路ね。これ、用水路のとこ、あ、ちゃんと変わる、これ、ここ。いいね、いいね。だこっから外でつなぐわけだ。家ないよね、てかね。で、準備ができました。足りないのは田畑と牧草地だけですと。人よ。え、人、いる？いるのか。実は。36。ってなると、別にあの端っこの方いらないんだ。1個、余りますけどね。よろしいかなと。こちらも同様に。両方1くらい余るんだね。まあ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 。さあ、素晴らしい。次に倉庫を設定するためにより高度な手法を紹介する。お気づきかもしれませんが、基地はネブカドネザルの貴重な資源であり、おそらく最も価値のある資源。したがって商品の種類ごとに個別の倉庫を設置することは多くの場合アプローチとしては良くないと。そこで、この倉庫は農場からの製品の保管場所として使用され、他の建物は倉庫から必要な製品を受け取ります。スムーズな倉庫のために倉庫には常に小麦と牛乳のための十分なスペースを確保する必要がある。そのために小麦と牛乳を除く倉庫内の他の商品を無効にする。うん。普通じゃない？え、なんか特殊なこと言ってるこいつ今。で、最大容量設定すること。これ倉庫に許可された量を超える商品が保管されるようにすることができると。前回触れたよね、ここね。牛乳を8にするんだね。で、小麦を28と。これ最大容量に対してこの比率を正確に設定したのはなぜか。疑問に思われるかもしれません。理由は簡単です。牛乳は1年を通して同じ割合で生産されますが、小麦は1年のうち数ヶ月しか収穫されない。これは短期間で生成される全ての小麦を処理するためにより多くのスペースが必要であることを意味する。今後のミッションでは様々な貯蔵の設定を試すことを忘れないでくださいと。分かった分かったよ。今んとこね、彼らの言う通りになったら終わりますからね。試す余地あるのか分からないですけど、まあその後だよね。で、最後の見せしたいのは情報レイヤー。情報レイヤーはあなたの都市の問題を検索するのに非常に重要なツール。あ、これね、前回間違えて押しまくってですね。小麦、パン、どこでこれ作ってんのって見れるのかな？説表記的なね。よろしいのかもわからないですけど。これであなたの都市での生産はまだあまり発達していないので、今あまり情報を表示していないかもしれません。この機能は将来非常に役に立つでしょうと。畑、パン、ミルクって感じね。そっからよくわかんないかな。9番までないですけどね。はい。で、ヘルプボタンね。
これ全体的な説明だね。それはこのミッションの全てです。あなたは素晴らしいことを成し遂げました。都市を作ってくださいと。さあ、今回この場合はね、1から作っていくと思うんで、やってみようか。家ってここかな。どこに置くのがいいんだろう、これ。だってこの感じだと、こっち側だよね、家なんていうものは。こうじゃない？まあ、一旦書こうか。このレベルで。倉庫とつなぐみたいな。で、入植者が来て、ここでやっと働き始めるもんね。さあ、行け行け行け。仕事だぞ。失業率がこれでも低いなら、増やすしかないかな。すげえ来るな。家を見つけてね。のとの勢いで来まして、と。よし、まず動き出した。よし、来た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 。で、まあ、人口増やすのと、標準的な家っていうのはどのレベルなんだろう。3のことかな。あ、陶磁器だね、じゃあね。はあ、ちょっと進まないといけないか。で、倉庫に小麦あるんなら多分いいと思うんで、これさ、何個まで入んの？ちなみに。わからないで設定しても意味ないよね。あ、ここに書いてあるか？書いてあるというか、これ見れるか。わかんないな。どれくらい入るんだろう。わかればいいんですけどね。倉庫に関して。そんなに多くはないんだろうね。8個で2ブロック使っているとは、つまりこの、まあ、3、3ですよね。しかないので、そもそも、あれか。36個もこれ入らないか。ってなると。だって4個で1個か。でもね。36個しか入らないんだよね。はぁ、結構倉庫狭いね、じゃあね。まあ、ちょ、市場置くか。貧しい市場置きます。これ入ればいいもんね、この倉庫がね。ギリ。ギリギリです。こいつこんないらないでしょ。一人でいいや。パンはまだなんだよね。まあ、一応入れときましょう。で、ルートは、あ、そういう起点なんだね。消せない？それ。これを消したいんだけど。まあ、じゃあよろしいか。まあ、これもぐるぐる回ってもらおう。仕方ないね。はい。人の方いませんかと。来た来た来た。で、お次はパンだね。まあ、これミルクをどん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 供給していくよというところで、まあ、パンも同様にね、やれるように。ぐる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 と。パン屋、あっちでもよかったかな。これま、二人体制だね。まあ、まだないですけどね。労働者がいない。え、座れてんの？他に。嘘でしょ。困ったな、それは。粘土とか多分どこでも取れるかな。灌漑をね、やんないといけないか。こことか使えるよね、絶対ね。まさかの小麦回収できなかったね。ちょっと進めよう。これバーッと進めて。ミルクも厳しいかな、ちょっと。減ってきています。てか、12にしようか。溜まる前提の話だったもんね。まあ、今需要が多分一時的に高まってますから、そのせいでミルクは少ないのかなと。で、小麦来て焼くパンが来ましたで、パンがここで運ばれていって、売り出されるよと。これで家のレベル上がるんじゃないかな。
パンレディもいけると思うんですけど。あ、いった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 。よし、来た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 、ほら。上がってますね。で、この状態維持しないといけないんだよね。ゼロになったらダメなのか、なんか 0. 点なんかこれね、0点って減ってきますけど、これ一つ問題になるのかですね。さあ、人々に彼らが要求する生活内容を提供することができませんでしたと。離れないでください。人々が戻ってきました。何してんの、おい。やめろ。これ入ってるよね、入ってるよね。小麦、パンってこれ入れてらっしゃる。ちょっとこれは小麦が足りないか。でもここっても考えする余地がないね。これかなり厳しいな。簡易的にさ、あー無理か。前も詰まってるか。考えよう。どっからも水が通せないという状態ですね。強引に行ってみる。あ、もうこっち流せるかな。じゃあいっそのこと、この辺全域がね使われている状態で、こうだよね。例えばあれもそれ行き詰まるか。消すしかないんですよね、通すには。ここ無理でしょ。これで1300円無理でしょ。どう考えても。どっかルートがあればね、そっから持ってきたいんですけど。無理そうってことは、ちょっと削るしかないね。牧場もこの辺いただこうか。まあ、どこに作るかですよね。こっちか、頑張って持っていくですね。ここ今通せる。ああ、ちょっと牧場削り方が結構大変になりそうですね。ってことはまずここだね。これ広がるけども、ここ通さないといけないんで、こうですよね。でこうなると水が足りないと。なるほどね。これで維持できんのかな。じゃあできそうな気もするね。ちょっと待って、ここで進めよう。時間待って、復活させ、復活。 OKOKOK。 この小麦畑も2個くらいなら厳しいか。ここにもう一個だけ置いて、多分一人分かなと言いけてね。でも次に行っちゃっていいか。じゃあ多分水いるんだね。取れるよ、さった水。井戸か。井戸ってそれこそこういうのはいらないんですかね。このまま置いてみますけど。まあ家に供給するわけですからね。で、こう水運ぶ人が、こうすればいいの？あ、もう配達してるね。え？水はね、そんなに、そう簡単に入るんだ。生活用水管ならいけるんだね。あ、入った入った入った。まあ一応、作れているんで、パンもちょっと増やしてね。こう余ってますからね。案外いけたね。倉庫増やすべきかもしんないけど。そっか、ここだからもう本当に余地がないんだね。どこもこうにも。まあ裏側が1個いけるか。まあそしたらここ削る羽目になるから。ギリギリなんだね。例えば粘土鉱山。これは。あ、これ荒れちゃダメなんだね。くらいで。
基本どこでも置けちゃう感じね。ちょっとこの辺にしとこうかな。ちょっと家から話す感じね。あんま意味はねないですけど、こうなってもこうじゃない。あ、え、これって市場だっけ。市場に、あ、違う、君じゃないね。あるか、これだよね。最近ルート決めておきましょう。市場の周辺でもやれる予定なんで何も問題なしと。ここで粘土を取りますと。一人作業してないですけどね。あ、来た来た来た。で、作りますと。まあ、これの他に関しては、倉庫使ってないですけどね。大丈夫かなと。これ経済情報見ましょう。小麦は 100% で消費に対して、生産を追いついてますと。これ年間かな。あー、そっか、12月に、見るべきで1月とか取り始め分かりづらいね。だこっから全てのデータが取られていくんだけど、そうだね、粘土とかに関しては倉庫入れてもいいかもしれないな。これいっぱいだもんね。ちょっと倉庫出しますか。まあ、あの食料は無理ですけど、全部入れてみる。一旦ちょっと入れてみて調整してみるか。1300人というか標準の A までいくかな。これがなかなかいかないようですね。増やします。家がまず16軒あるかな。2468足りないですね。これちょっとこのルートを使っていきたいので、きついか。ちょっと寄り道が必要です。あ、これ、あ、プラスしてから消せばいいのね。こう行ってもらって、行ってもらって、真ん中だよね、こうなるとね。こうあ、いける、よしよしよし、離れないでください。1、2、2番目が違うか。1、2、3、ちょっと行ってで、これつらいな、これ。ここ2番でいいか。じゃあ2、3、4でいいか。よし、でパン屋基本2個置かないといけないからね。ちょっとオッケーオッケー、よし。とりあえずまあこの人数でいいかな。いや、まだ増やせるか。労働者余っています。てかね、多すぎるというか、人が標準的な家まで上げていかないといけないね。これ割合どっちが多いんだ。どっちが多いといいんだろう。資源がないと言われていると。これあるはあると。運送屋かな。足りないのはね、じゃあ、運送屋だな。市場も多い方がいいかもしれないね。これどう考えても陶磁器だけ余ってるんで、粘土は足りないんだな。そういうことですよね。増やしますけど、もちろん増やしますけど、君じゃない、こっちね。めっちゃ人来るね。一緒に。あ、ちょっと離れちゃうんだ。あー、そっか、そこは良くない土地だもんね、そもそも。
1350はいけそう。家の維持かな。陶磁器流れていかないもんだよね。安か普通に。最悪裏手側にちょっと市場を置いて、ここに置いてこうぐる、ああ微妙か。ここに道があればよかったよね。ここの微妙な移動がね邪魔してて、こう行ったら買いだったかなと。人口は行ったね。ここでちょっと量見ながらやってますけど、小麦は 0%、 消費 100%、 消費10は満たしてるけど生産満たしてないってことかな。消費が上回ってない陶磁器が問題になってるから、消費の 100% っていうのは10を満たせる状況ってことですもんね。ってなると、そもそも生産が追いついてないと。これ結構いるな。じゃあすごいぐらい作ってますけどねえ、あと5軒、小麦もきつそうだよ。だいぶこの辺ちょっと無理やり使えないかな。畑、小麦の供給が負けそうだ。問題道なんだよね。ただここに置いちゃった場合だってね、ほぼほぼ置けないんで、これ1人分はあるかな。あ、これダメだこれいけるこれそっか、ルートとして機能しないか、こうなっちゃうね。じゃあこいつはなしでいいかな。オブジェクトとかしたね。この辺のよりも入らないし、結構範囲が狭いっていうのは大変だね、このゲームにおいてね。満たしてる、満たしてる。あ、水がないんだ。あ、そっか、水やってなかった。ルート変えてなかったね。これは失礼。よし、もう一人じゃあ行っちゃおうか。一人内回りで行くかな。じゃあで一人外回りでいいんじゃないね。これで対応できるんじゃないかな。よし、上がってる上がってる。目に見えて拠点強化されてますね。0.36 もいいんだね。0がダメなんだな、じゃあ。まあ、その前に供給しろって話ですけどね。あれ、家16軒ない、そもそも。あ、終わった。よし、来たね。さっきから戻りましょう。さあ、いろいろね、輸送だったり、試していってると。で、今のマップにおいては、畑が増やせないっていうね、非常に面白い制約がある中で、まあ、多くの食料を使ってさらに次の、ね、嗜好品を進めていくと。で、一応これ3までいったんだと4と5ですね。まあ次回一気に進めていこうかなと。で、これキャンペーンとはまだ別なのかな。キャンペーンの中に含まれるチュートリアルか。で、そっからねさらに変わってくると思いますが、まあ、今回からね、まあ、ちょっとフリープレイの時間も設けられたんで、よりね楽しみになってくるかなと。Sleeping sooner.